メキシコに移住、メリット、デメリットとはメキシコに移住しようと考えた理由が何であれ少し冷静に考えてほしい。メキシコでの生活を具体的にイメージできているだろうかまず先に移住者のブログを見て日本人の仕事や費用、ビザの条件や事前準備を知ることは重要。治安に対する不安要素も少なからずある。失敗したと後悔しないために今回紹介する情報を参考にしていただきたい。 メキシコに移住する準備として、まずは現地を訪れて国を体感し、自分の譲れない条件が整っているか確認することを進める。メキシコは180日以内ならビザ取得が必要なく短期滞在がしやすい。メキシコの移住を考えているなら実際にメキシコに行ったことはあるだろう。しかし移住することを意識して滞在すると見えるものが変わってくる。 自分がメキシコに移住する理由を意識して旅行のオフシーズンや雨季などの経験したことのない時期に滞在してみるのも良い。その際はメキシコに移住した時にあると便利だと感じたものも洗い出しておくことを忘れないように。メキシコに移住するなら一番気になるのは治安だ。年々増加傾向の犯罪もあるが治安が比較的良い地域もある。日系企業が多いバヒオ地区や観光地のカンクン市などだ。 観光に力を入れている国なので、お国事情でも治安の良し悪しは変わってくる。渡航前に外務省の海外安全ホームページを必ず確認していただきたい。メキシコへの日本人移住者はそれほど多くないが、物価が安いので治安のことを考えなければ、年金生活者も暮らしやすいと評価されている。 ちなみに、リタイアメントビザの条件は、ちなみに、リタイアメントビザの条件は、月の年金支給額が51,340ペソ。日本円では109,355円。と、低い設定のため取得しやすい。メキシコ移住を老後の生活場所として考える人も今後は増える可能性もある。近年、日系企業の進出があり、旅行会社だけでなく、製造業の仕事も多いので、若者の移住先の候補にもなり得る。 不安なら人材会社サービスを使うと費用もかからず安心して仕事を見つけられる。メキシコ移住で必要な年収は人材会社の担当者に確認することを忘れないように。給与の支払い方は日本と違うので注意も必要だ。移住者のブログをチェックして後悔のないように情報収集してほしい。桃太郎日記。メキシコがいい生活費が安い。自然災害が少ない。年中温暖な気候。冷房不要。 家事が楽、住めばわかる。ゆるっとメキシコ生活。太陽の国、メキシコで。メキシコに移住しようと考えた理由は何だろうか他の移住人気国ではなく、あえてメキシコを選んだということは、メキシコへの思い入れが特に強いのだろう。メキシコに無事に移住するなら、費用以上に治安などの安全面を重要視するようにしたい。 外務省のホームページにも記載されているが、メキシコ国内への移動も空路を利用する方が安全だ。現地でも避けられる時間帯に外出するのはもってのほか、警察も日本ほど信用できない部分もあるため注意が必要だ。しかし治安を除けば、メキシコ人のおおらかな性質、ビビットカラーの明るい建造物、綺麗な海と暖かい気候など良い部分も多い。馴染むことができれば楽しく暮らせるだろう。 プロレスをするために10年メキシコに住んでいたヨッシーさん。自分と同じ椎茸嫌いだ。